私の名前はトモコ、33歳。フリーランスのプログラマーとして働いています。この仕事を始めて10年、素晴らしいクライアントに恵まれたこともあって、稼ぎは同世代の平均より上。親に勧められるまま、地元の中小企業に勤めたりせず、この道を選んで本当に正解だったと思っています。昨年、私は交際していた秋夫と結婚式を挙げました。彼と知り合ったきっかけは友達からの紹介でした。何しろ私はフリーランスのプログラマー。仕事は家でするので出会いなんて普通はありません。そんな中、秋夫と出会って結婚までできたことは私にとってとてもラッキーでハッピーなことでした。私、いつか自分の家を建てるのが夢なんだよね。実家は狭くてジメジメした市営住宅だったから。いいね。俺もトモコと理想の家を建ててみたい。これから夫婦で力を合わせて頑張っていこう。私たちの絆は固く、広々と開けた未来はたくさんの希望で満ちているはずでした。ところが残念、結婚後、秋夫と私はどうしてもという義母のわがままで義実家に住むことになったのです。実は初対面の時から義母に対して強い苦手意識を感じていた私。新婚生活は波乱含みの幕開けでした。義父は数年前に大病を患って他界していたため、義実家は完全に義母の支配下に置かれていました。私は義母から6畳の部屋をもらって仕事部屋と定め、日中はそこでプログラミングの作業をしました。ですが、義母が私の仕事に理解を示してくれることはありませんでした。私が何度説明してもゲーム扱い。遊んでいる暇があったら家事の一つもしなさい!などと大きな声を出して作業を強引に中断させ、自分の好きなようにこき使おうとしてくるのです。私に拒否権はなし。何しろ義母は自称エリート一家のエリート専業主婦。エリートは人を使う側のこと。義母本人は家事には口だけしか出さず、私にあれこれ指図することで全ての用を足そうとするのでした。お母さん、私は日中どうしても席を離れられない時があるんです。そんな時だけでいいので家事を。厚かましい嫁だね。姑を顎で使おうなんて100年早いんだよ。家事はあんたの仕事なの。宣言通り、義母は自分からは家事をしませんでした。何でもエリートが自ら手を汚す必要はないのだとか。エリートだかなんだか知らないけれど、一緒に生活をしているのだから手伝っても罰は当たらないはず。義母に対する私の苛立ちや不満な気持ちは日を追って大きくなっていく一方でした。義母が言うには、私にはエリート一家に嫁いだという自覚が圧倒的に足りていないのだそうです。私たちエリートの家ではね、掃除はどこもかしこも毎日するのが当たり前なの。水拭きや空拭きもね、窓の桟やレンジフードの掃除も毎日するんだよ。言っとくけど、手を抜こうとしたら許さないからね。そんな、それじゃあ毎日が大掃除じゃないですか。私、そんなことに費やす時間は絶対に作れません。そんなこととは何だい?そんなこととは。生意気な。意見したり文句を言ったりしないの。嫁は黙って、姑の言葉に従えばいいんだよ。それと、料理は手作り以外認めないからね。わかった?時間がないだのなんだの言い訳したりしない。家事を怠ったら、この家から叩き出すからね。私がそれでも、なんとか食い下がって日中の仕事時間を確保しようとすると、義母は長々と説教を始めます。自分が嫁いできた頃の苦労話や姑とのやりとりを例に持ち出して、今の私のことを否定するのです。私がいくら時代が違うとか、昔と今とでは環境が違うと訴えてもダメ。義母は聞こえないふり。最終的には何もかも私の怠慢のせいにして、感情が高ぶると早く出ていけとまで言うのでした。
私の仕事が長引いて、夕飯を作るのが普段より遅くなってしまった時など、義母は猛烈に怒りました。とも子さん、あんた何を考えてるの？明夫がお腹を空かせてるっていうのに、自分はゲームばっかり。自分のやるべきことを先に済ませてから遊ぶのが当然でしょう。子供でも知っていることよ。お母さん、すみません。何度も申し上げている通り、私は遊んでいるわけではないんですよ。生活費を稼ぐために部屋で仕事をしているんです。夕飯の作り出しが遅くなっても仕方がないんです。どうだか、どんな言い訳だってできるでしょうに。意見している暇があるなら、手を動かしたらどう？義母は私のことを全く信用していませんし、完全に見下しています。話なんて聞いてくれません。おかげで私のイライラは募る一方、正直もういつ爆発してもいいような状態にまでなっていました。大人が三人で共同生活を送っているはずなのに、私にばかり家事の負担が偏るなんて絶対におかしい。そう怒鳴り散らしそうな自分を懸命に抑えて、私は家庭内のバランスをなんとか保っていました。義実家にいる私の味方は明夫だけ。明夫は私の愚痴をいつも最後まで辛抱強く聞いてくれます。日中、義母からひどい言葉を浴びせられた時など、私は必ずそのやりとりの内容を明夫に伝えました。ただ、そんな明夫が仕事のことで悩むようになると状況が変わってきました。ため息が増えた明夫、半ば義母に命じられるようにして入ったその会社で、明夫は思うように力を発揮できていなかったのです。俺、営業部に配属されてさ、完全出来高制なんだ。正直言って、仕事自体自分には合わない気がする。辞めたいと思ってるんだけど、もしそうなったら、母さんに何を言われるか。俺、それも嫌でさ。完全出来高制や完全歩合制といった仕組みのもとで働く場合、労働集約型ではないことがほとんど。仕事の量や勤務時間の長さは給料とは無関係です。大事なのはどれだけ収益を上げたかという実績のみ。そんなシビアすぎるほどシビアな環境で結果を出し続けるには明夫は優しすぎるのだと思います。真面目な彼はすっかり思い詰めてしまって明らかに適応障害の状態に陥っていました。お願いだから無理はしないで。辛いと思うなら転職を考えないと。これからの人生の方が長いのよ。そうだよな。とも子と一緒にマイホームを建てたい。夢の実現の日までちゃんと健康でいないと。私たち夫婦はお互いを励まし合い、慰め合って今の辛い状況をなんとか耐え忍んでいたのでした。その後も私のストレスフルな毎日は続きました。義母からの無理難題はとどまるところを知りませんでした。ある時など、洗濯はすべて手洗いでやれというとんでもない命令をされたこともあります。しかも時期は冬場、なぜかお湯を使ってはダメ。私はその時ばかりは全力で抵抗させてもらいました。そこの洗濯機は何のために置いてあるんですか？三人分の洗濯物をすべて手洗いなんて無理です。優しく手洗いをするのが生地に一番いいんだよ。そんなこともわからないのかい、このダメ嫁。ダメ嫁で結構です。そこまで手洗いにこだわるのでしたら、どうぞお母さんが洗濯してください。今日も一日中テレビを見ていただけなんですから、力は有り余っているでしょ。さあどうぞ。なんて生意気な口を聞く嫁だろうね。姑の役目は嫁の監視と監督なんだよ。洗濯はあんたの仕事。それからも義母は私がどんなに挑発してみても、決して自分から家事をしようとはしませんでした。家事をしたら負けとでも思っているかのようで、私はそんな義母がどんどん嫌になっていきました。ある日の夕方のことでした。いつかと同じように、その日も私の仕事は遅くなってしまっていました。義母のイライラは最高潮。
早くしないと秋代が帰ってくるぞと怒鳴りまくっています。私だって仕事を早く切り上げたいのは山々です。ただ残念ながらそんな時ほどうまくいかないもの、トラブルが起きたりミスがあったりで私の作業は難航していました。そこで私は提案したのです。お母さん、今から作っていては間に合わないので今日はお寿司を取らせていただけませんか。え、お寿司を。お寿司は義母の大好物、ダメなんて言うはずがありません。案の定義母はまんざらでもない顔で、仕方がないね、あんたのお金で注文しなさい。そう許可をくれたのでした。何もかも私の計算通り。寿司の注文はとっさの思いつきではありませんでした。実は昨晩、秋夫と前祝いに寿司でも取ろうかと話をしていたのです。それが実現した形でした。義母はお気に入りの寿司屋のチラシを出してきて、あれもこれもと調子に乗って頼みまくっていました。どうせこれが最初で最後の出前になる、そんな思いから私は義母の好きなように注文させました。注文した寿司をテーブルいっぱいに並べた義母はご満悦、自分のスマホで何枚も写真を撮影していました。いいね、こういうの、エリートの食卓にふさわしい感じがして。智子さんもそう思わないかい。私は秋代が帰ってくるまで待ちきれそうにないよ。そう言うなり義母はイクラの軍艦巻きに醤油を少し垂らして一口で食べてしまいました。寿司を頬張ったまま、おいしいと満面の笑み。しつけのなっていないエリートがいたものです。そうやっていくつか寿司を食べた後、義母は私に向かってとんでもないことを言ってきました。決めた、今後は毎晩こうやって寿司にしなさい。え？さっきも言ったでしょ、エリートの食卓にふさわしいから、これから毎晩夕食はお寿司よ。そんなの無理に決まってるじゃありませんか。お母さん、あなたの息子給料10万ですよ。はあ？理解できないといった表情の義母、今までの楽しい気分もお寿司の味もどこへやらという感じです。嘘よ、そんなの適当なことを言わないで。秋代はエリートなのよ。それが10万だなんて。事実ですよ。なんなら給与明細を見てみますか。私は部屋から明細を持ってきて義母に見せました。義母は絶句、その場にへたり込んでしまいました。今の秋代の職場、営業部は完全出来高制なんです。秋代には合わないみたいで稼げていないんですよ。ご覧の通り、多い月でも10万円。秋代は最近転職を考えて上司とあれこれ相談しているそうです。そんな、せっかくエリートのあの子にふさわしい会社に入れたのに、あんな大企業を辞めるなんて。義母が明細をまじまじと見てほうけている間に、私はメールで秋代に事の次第を伝えました。秋代からは、じゃあ計画を先に進めようと返信が。私にとって待ちに待った瞬間が近づいてきました。今の会社が合わないこと、給料が10万程度なこと、帰宅した秋代は義母からの追及に丁寧に答えました。そして最後に、義母にとってはバッドニュースともいえるある報告をしました。引っ越しの件です。実は予定していたマイホームを建てるための頭金がたまったんだ。ほぼ智子のおかげなんだけどね。だから俺と智子はここを出ることにするよ。今日はそのお祝いを兼ねてお寿司を取ろうかって昨日の夜から智子とこっそり話していたんだ。マイホーム？引っ越し？ここを出ていく？そんなの絶対にダメ。私は認めませんからね。別に母さんの許可を取るつもりはないけど。秋代は平然としています。あくまでも自然体。義母は息子が本気であることを感じたようでした。
だったら母さんのことも連れて行って。それこそダメだよ。母さんはとも子に嫁いびりをするだろう。俺全部知っているんだからね。とも子にいつまでも辛い思いをさせていたくない。母さん、そろそろ俺たちのこと解放してくれよ。そんな。その夜は日付が変わるまでずっと口論の連続。けれど私たちの考えは一切変わりませんでした。引っ越しはすでに決定事項。数日後、荷物をまとめた明夫と私は義母を残して義実家を後にしました。マイホームが完成するまでの1年数ヶ月を明夫と私は安いアパートを借りて過ごしました。完成するまで義実家で過ごすという案もありました。でも却下。一刻も早く義母と離れたかったのです。完成した我が家に引っ越した時の感動といったらありませんでした。思わず涙ぐんでしまいました。義母からの嫁いびりに耐え続けて、とうとうこんな立派な家を建てることができた。まさに感無量です。住所は伝えていないので、義母は私たちに電話でしか接触できません。連絡はしょっちゅうありました。完成したんでしょ？私にも見せてちょうだい。お祝いをしてあげたいのよ。ね、お願いだから。ダメです。呼んだらお母さんに住所がバレるじゃありませんか。それだけは絶対に避けないと。ねえ、そんなに毛嫌いすることないじゃないの。とも子さん、私があなたに何をしたっていうの？嫁いびりです。私、嫌な思いをたくさんしました。もう、あんなのはたくさん。二度と味わいたくない。金輪際、私はお母さんとは会いたくありません。そこまで言わなくても。義母は、反省している、もうしないと言いますが、信用できません。私は容赦なく通話を切りました。新築の家で過ごすようになってからというもの、私は実に快適に仕事に取り組めるようになりました。義母の存在に一日中煩わされていた頃のことが、今ではまるで夢のよう。とても心地の良い毎日です。明夫は営業として勤めていた会社を辞めて、今ではライターとして活動を始めています。以前から執筆の仕事に興味があったそうで、適性があったのか、毎月の稼ぎもなかなかのものです。やっと夫婦2馬力でまともに働けるようになって、いろいろなことがうまく回るようになっていきました。先日土曜のお昼のことでした。久しぶりに義母から連絡がありました。義母はなんだか元気がなくて、今の自分の生活がいかに苦しいかを明夫と私に語りかけてきました。ねえ、だからお願いだよ。私を助けると思って、月に2万、いや、1万でもいいからお金を。その時、明夫が私に、代われと合図してきました。明夫は義母としばらくやりとりをして言いました。母さんはエリートなんだろう。お金の無心なんてエリートらしくないと思うよ。プライドはないの？いや、あるよ。あるけど、そうじゃなくて。子供に頼ろうとするなよ。まだ60代じゃないか。自分の生活は自分で支えたら？仕事を見つけてさ、パートでも何でも探せばあると思うよ。じゃあね。明夫はそう言って一方的に通話を切りました。夫のことを頼もしくも恐ろしくも感じた私でした。その後の私たち夫婦の生活は順調そのもの。環境が変わったおかげか、待望の赤ちゃんもできました。検査したところ、性別は女の子。この腕に抱きしめる日のことが、私は今から楽しみでなりません。お腹の子供のためにも、今後は一層健康的で満ち足りた生活を送っていきたいと思います。